一二を争う進学校養護学校中退のようなこの俺に何の間違いか公演以来の話が舞い込んだ通じない言葉だから嫌だと思いつつも来た話には断れない八方美人でした通じない笑われ聞こえてねちびかし後ろにはしっかりと先生の目が引っかかっていたのさ思うほどの立派な校舎大きな体育館800人の生徒が注目の中でガチガチに緊張して上がった振りに追いかけてくれるマイク可愛い JK 探しなどは忘れてわからない言葉で語る輝いてね受けてね起きていねシピカーシこういう人がいることを知ってもらえただけでいいさBecause